おはようございます。南花です。平日の毎朝お届けしています、南花の今日は何の日。電車の中やお仕事前などに毎朝聞いていただいて、楽しく一日を過ごしていただけるようなプログラムをお届けしていきます。今日は9月25日水曜日です。昨日は10月から始めていく新企画の取材をしにですね、お台場に行ってきました。実は新しいことを始めるんですね、私ね。それは今まで何度もリスナーの方からたびたび聞かれていたことに対する答えでもあったりするんですけれども、まあもうちょっと詳細は内緒にしとこうかなみたいな。そう、リスナーアンケートね、ご協力くださった方々本当にありがとうございました。日曜日に改めてお礼のメールと、今回このためだけに作成したスペシャルコンテンツをお送りしました。ただ編集しただけじゃなくて、このためだけに自分でちょっと喋った部分もね、多々あるので、ぜひ多くの方に聞いてもらいたいなと思うんですけども、届いてないという人いませんか？実際にね、アンケートでいただいてたアドレスに送ったら送れなかったのもあるんですよね。まあ、コピペしたのにダメだったっていうのもあるので、どうぞスペシャルコンテンツ興味のある方はぜひ有効なアドレスを教えください。そんな南花の今日は何の日、9月25日、今日も世界でいろんな記念日があるようですよ。ちょっと紹介していきましょう。リスナーアンケートまだ答えてないよっていう人、今からでも遅くありません。ぜひご協力ください。アドレスはブログのところに書いておきますのでね、ぜひともよろしくお願いします。さあ、9月25日の記念日紹介していきましょう。まずは1870年、明治政府が入れ墨刑を廃止した日ということですね。入れ墨刑ということは、入れ墨を罰として入れてたってことなのかな、昔は。そして1890年の今日、ヨセミテ国立公園が発足しました。これアメリカのね、大きい国立公園ですけれども、ヨセミテっていうとウルトラクイズで行ったところだな、大声クイズとかやったところだなって私の頭の中には出てきます。そして、1974年の今日、山陽新幹線の最後のレールが博多駅構内で、締結した日ということですね。まあ、無事に山陽新幹線走ってますけれども、なんか最近連日ね、 JR 北海道ちょっとどうしたのかなって感じですけど、はい。そして2005年の今日、日本国際博覧会愛・地球博が閉幕した日なんですね。森蔵とキッコロは森に帰りましたって言ったのが今日ですけれども、あれ閉幕してすぐにあれですよね、森蔵とキッコロの着ぐるみが、着ぐるみなんて言っちゃいけない、森蔵とキッコロが街に出ていったっていうのがね、ちょっと騒がれた時ありましたけれども、可愛かったですね、森蔵キッコロね。そして主婦休みの日っていうのが今日なんですって。生活情報誌リビング新聞が2009年に制定しました。日頃家事を主に担当している主婦がリフレッシュをする日、読者のアンケートにより1月25日、5月25日、9月25日を主婦休みの日としたということですね。そして、旧介護の日というのもあります。頑張らない介護生活を考える会が2005年に制定しました。2008年に政府が11月11日を介護の日と定めたことから、それ以降は同会でもこの日に活動を行っているということで、昔は介護の日が今日だったということですね。そんな中、今日私がピックアップしたいのはこちら、フジテレビのあの人気番組が終わった日。1981年の今日、フジテレビのスター千一夜という番組が放送終了した日なんですね。22年間6417回を数えたこの番組ですけれども、フジテレビ系列で1959年3月1日このフジテレビ開局日当日から始まったトーク番組が終わった日ということで、旬の芸能人やスポーツ選手など著名人が出ることが売りだったんだそうです。だったんだそうですというのは、なぜならば私はこのスタ戦というのは記憶にないんですね。というのも、やっていた時期にはまだまだ私は小さくて見ていなかったんですね。第1回のゲストというのは長門博之さんと津川雅彦さんの兄弟、最終回のゲストは美空ひばりさんだったということなんですけれども、これは見たことはないにしても、昔こんな番組がありましたっていう、例えばね、バラエティ番組とかで必ずと言っていいほどビデオが出てくるので、なんか見たことがあるような気にはなってたんですけど、
で、このスタセンという番組が終わってフジテレビはどんな番組をやったのかというと、なるほどザワールドにつながったんだそうですよ。あの旭化成の単独提供だったということで、次はなるほどザワールド。なるほどザワールドはね、もう毎週大好きで見てた番組ですから、はっきり覚えてます。ということで、今日は9月25日、フジテレビのスター千一夜が終わった日、ご紹介しました。最近フジテレビ元気ないとか言われてますけど、実際どうなんですかね。皆さん好きですか。どう、あの私は昔からめちゃイケが大好きで、今でも本当に大好きなんですけど、やっぱり長く愛される番組っていうのをね、作ってほしいですよね。まあ昨日私は実際にお台場に行きましたので、なおさらそれをこう感じました。寝ないというか、フジテレビ頑張れ。それでは今日もいい一日になりますように。お相手は南花でした。